マンンディ地方出身ののパン職職人、人、菓子職人実業業家、ビゴの店創業者、日本におけるフランスパンの普及に貢献。国家功労省シュバリエ賞、農事功労省シュバリエ賞、農事功労省オフィシエ賞受賞、レジュンドヌール勲章受賞、文化庁食生活文化大賞受賞、現代の名工表賞。フランス料理アカデミー、日本支部メンバー、 1942年9月17日、ドイツの占領下にあったフランス・ノルマンディ地方に6人兄弟の4番目として生まれる。聖火は祖父の代から続くパン屋であった。ビゴの名前は正式にはフィリップ・カミーユ・アルフォンス・ビゴであるが、このうちカミーユとアルフォンスは父親が出生届を出した際に応対した役所の戸籍係の名前である。 ビゴの誕生後、父親の経営するパミアは業績を伸ばし、イブレレベックから隣接するルマン、さらにサンピエール・シュール・ディーブ、ラガレコロンブと、徐々に大きな都市へ移っていった。ビゴは8歳の時から、父親の仕事を手伝い始め、義務教育を終えた14歳の時から、見習いとして、働くようになった。15歳の時に、父親と喧嘩をして、 家を飛び出し、ラガレンヌ・コロンブの別のパン屋で見習いを続けた。クルブボア17歳の時にパリへ移り、見習い生活の傍ら国立製粉学校の製パン科、さらに食品業職業訓練センターに通い、パン職人と菓子職人の職業適正証を取得。正式な職人として、クルブボアで働いた。19歳の時に徴兵され、レゾンドリス。 ついでドルーに配属された。その後アルジェリア戦争の最中にあった、フランスの植民地アルジェリアへ配属される予定であったが1962年3月に戦争が終結し、アルジェリアが独立を果たしたためで、ゾンドリスへ戻り、そのまま兵役を終えた。美語曰く、軍からの表彰を辞退するなどしたことから1年半のうち72日間を映像の中で過ごした。 平気を終えた後は再びクルブボはパリで働いた。フランスパン1965年4月、ビゴは日本の東京で開かれる日本史でパンを焼く職人の募集に応じ日本へ渡った。派遣を決めたのはビゴが国立製粉学校で指示し卒業後も交流のあったレーモン・カルベルであった。ビゴが若いことを懸念する声に対しカルベルは 誰も指導者に生まれる者はいない、指導者になるのだ。少々時間がかかったとしても、ビゴはそうなっていける器ではないだろうかとかばったという。当時ビゴは母親を亡くしたばかりで、他の誰にも埋めようのない、虚ろな思いを抱えながら、毎日を送っていた。ビゴは、当時のことを、母なら、日本行きに反対したでしょう。もし母が生きていたら、来なかったでしょうと振り返っている。 日本史終了後、フランスパンの製造に携わった兵庫県神戸市のパン屋、ドンクの三宮店に技術指導員として勤務することになった。1966年8月にドンクが東京の北青山に店舗を開くと同店へ移った。オーブンを客から見える場所に置きフランス人の職人がパンを焼く、スタイルが人気を博し、 出店後まもなくフランスパンブームが起こった。それまで日本人にとってフランスパンとは塩味が強く硬いコッペパンを意味する言葉であった。しかしビゴが焼くフランスパンは皮は薄くパリッとしていて香ばしい薄いクリーム色の中身はしっとり柔らかいという従来とは大きく異なるものであった。塚本明はこのようなタイプのフランスパンは レーモン・カルベルによって日本にもたらされ、ビゴによって広められたと評している。全日本用菓子工業営現理事長の細内心は、日本にこんなにフランスパンが普及したのはビゴが良い仕事をしたおかげですよ。いくら珍しくってもビゴの技術がどうしようもなかったら日本人は飛びつかなかったはずですと評価している。 1966年秋頃から1967年にかけてフランスパンブームが起こりファッションの一部とされるようになった。それまで主流を占めていたロールパンとの間で起こったシェア争いは青山ベーカリー戦争と呼ばれる。この時期にドンク青山店は1日に2トンの小麦粉を消費しビゴが1人で小麦粉 900kg 分のパンを焼いたこともあったという。 ドンクは1968年にフランチャイズ方式による店舗の全国展開を開始。ビゴは札幌、神戸、京都と不妊先を変えながら全国の店舗を指導して回った。なお、この時期にビゴは日本人の女性と結婚している。ビゴの店本店1972年頃、ビゴはドンクからの独立を考えるようになった。 ドンクの店舗がない鎌倉での開業を考えたが、それをドンク社長の藤井幸雄に伝えたところ、藤井は兵庫県芦屋市松の内町にあったドンク芦屋店をビゴに譲渡し、芦屋にはドンクの店を出さないと約束した。同年2月にビゴの店がオープン。売り上げは順調に伸び、同年11月に芦屋市清水町に2号店。 1979年に大丸アシア店。1977年にはアシア志願園にカフェレストラン付きの店舗がオープンした。1980年代にはドンクとの共同出資により、三宮と銀座にドゥースフランスを出店した。1980年代後半にバブル景気が到来すると拡大路線に走り、日本国内の店舗数は16を超えた。 パリにも進出し、パン屋とシニセパティスリのメゾンラグノを買収した。しかし、パリの店舗は月に数百万円の赤字を出し、日本国内にも収益の上がらない店舗が出るようになった。1980年代後半以降、ビゴはこれらの店舗を手放し、経営を縮小させていったものの拡大路線を取ったことによる負債は容易には解消できず、 自転車創業に追い込まれ、業界では倒産は時間の問題と噂されるようになった。1990年には、食品メーカーから、ビゴのブランドと店舗を9億円で買いたいという申し出があり、その2年前に、心筋梗塞の手術をしていたビゴは負債を一気に、返済し老後の蓄えもできるという理由から、承諾しようとしたものの、従業員の反対に相談念している。 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では店舗が深刻な被害を受け、三宮のドゥースフランスなど複数の店舗を手放し、従業員が半減した。しかしそのことによって経費が削減され、政府系金融機関から無利子の融資を受けることができたこともあって経営状態は改善した。これについてビゴは、 皮肉なものと述べている。ありがとうございます。